12月入ったね。今日の運勢を選択してね。お知らせのコーナー、マクタンピューナライがあるんだってさ。この後すぐだよ。今日はね、なんかマクタンの都合で歌がないんだってさ。カタカナのマクタンピの中から一文字選んでください。運勢とラッキーカラーを習うってさ、マクタンピから一文字だよ。よろしくね。じゃあ占いスタート。ポーン。今日2番目に良い運勢はピを選んだあなた。勉強運星3つ、金運星4つ、仕事運星4つ、健康運星3つ、恋愛運星3つ、総合運星4つだって。ラッキーカラーは紅色。運勢のバランスも良く、運気が良い一日になりますね。譲り合いの精神でいるとさらに運気が上がるんだってさ。次は3番目にいい運勢だね。プチポーン。今日3番目の運勢はクを選んだあなた。勉強運星3つ、金運星4つ、仕事運星2つ、健康運星3つ、恋愛運星3つ、総合運星3つだって。ラッキーカラーはゆず色。特に問題なく過ごせる日だってさ。周りを見てよく行動すると運気が上がるらしいよ。次は4番目にいい運勢だね。プチポーン。今日4番目の運勢はタを選んだあなた。勉強運星3つ、金運星2つ、仕事運星3つ、健康運星3つ、恋愛運星3つ、総合運星3つだって。ラッキーカラーは黄色色。運勢のバランスが悪くないです。運勢のバランスは悪くないですだね。冷静な判断が大事になる日なんだってさ。そんな感じ。今日最も運が悪い人はどんな感じだろう。ドーン。あ、ドカーン。今日一番運が悪いのは魔を選んだあなた。勉強運星2つ、金運星2つ、仕事運星2つ、健康運星2つ、恋愛運星3つ、総合運星2つだって。ラッキーカラーボタン色。今日は残念ですがかなり運気は良くないです。冷静に慎重に行動すれば少しだけ運気が上がるんだってさ。じゃあ今日最もいい運勢はプチポーン。今日一番良い運勢は運を選んだあなた。勉強運星4つ、金運星5つ、仕事運星4つ、健康運星5つ、恋愛運星4つ、総合運星5つだって。結構いいね。ラッキーカラーはメロン色。本日の運勢は全体的に良い感じです。健康運が高いので運動するとさらに上がるんだってさ。いいね。最後はマクタンの言いたいことです。プチポーン。マクタンの朝ごはんハムエッグ定食。黒子も同じの食べるってよく噛むんだって。マクタンの朝から言いたいこと。12月1日ですね。なかなかマクタンピチャンネルの再生数が伸びません。力不足で申し訳ありません。日々感謝して努力していくので、これからも温かくよろしくなんだってさ。応援してくれる人のために今月も頑張ります。よろしくお願いします。今日もマクタンはこんな感じでした。明日の占いはどうなるかな。じゃあまた明日。バイバイ。